新人時代の貧乏飯、イエーイ。はい、ということで今日貧乏飯を作ってくれるのは中島愛菜ちゃんです。はい、よろしくお願いします。なんか料理のイメージ全然ないんだけど、はい、作る？やらないです。やっぱりね、全然、はい、やらない方だったんだ。そうですね。だけど今日の、はい、貧乏飯作るけど、はい、材料何ですかって言ったら、はい、キャベツとあと鶏肉、はい、鶏肉、それともう十分ポン酢で、はい、これっていつ頃作った料理なの？これなんか料理いつ頃っていうか、そうですね、なんかでもその本当に新人時代って、うん、もうちゃんことかを作ってもらってあったのを食べてたんですよ。なんで、うん、まあ一人で暮らし始めたぐらい、うん、あ、そうなんだ、はい、一人暮らしして作った料理が、はい、そうですね、こんな感じ、はい、でやっぱしお金もなくって、はい、まあ、ギャラも少なかったから、はい、安い鶏肉と、はい、そうですね、鶏肉でタンパク質も取れますし、一応これも安売りのがいただきました。完璧です。これは見覚えのある感じです。見覚えのある感じ、安い感じ、はい、お買い得品みたいな、ね、150円ぐらいの鶏肉と、はいはい、まあ、これは今刃物高かったんで98円ぐらいの半分のやつなんで98円、もう十分、これだけで十分、はい、これを、まあ、焼いたり煮たり 何をするんだろう。これでもうでも、うん、本当にこれを茹でるだけ、うん、茹でるだけ、茹でるだけ、まあ、切って茹でる、茹でるだけ、はい、そうなんです。本当に料理はしないし、うんうん、で基本、うん、お金ないから、うん、先輩にご飯食べに連れてってもらおうみたいな人間だったので、そうか人間だったんで基本先輩にご飯連れてってもらうっていうのが、外食が多かったです。でもその時の先輩っていうのはちゃんとご飯をおごってくれてたの？はい、だけどそうです。おごってくれるのか連れてってもらえるのかどうなのかって、はい、その意味ないと分かんないわけじゃない、はい、でもしも行かれなかった場合はしょうがなく自分の家でこういうのをしょうがないなと思って作っちゃった。しょうがない、茹でるかみたいな。新人時代の貧乏飯、これが愛知さんの貧乏飯です。これは、はい、キャベツと鶏肉を使って、はい、まあ、ポン酢も使って、はい、なんていう名前にですかね。なんですかね。これを茹でて、はい、鶏キャベちゃん、鶏キャベちゃん。何もないです、ごめんなさい。どうしましょう。大丈夫です、はい、鶏キャベちゃん、じゃあ鶏肉157円、イエーイ、安い。そしてキャベツ98円、安いですね、めっちゃいいスーパー、はい、で、まあ、ポン酢は、まあ、はい、まあ、ちょっとしか使わないから、はい、そうですね、30円ぐらいですかね、30円、はい、合計じゃじゃん、この値段になります。激安、激安、名前が何だっけ、もう一回、鶏キャベちゃん。鶏キャベちゃん、それでは作ってもらいます。イエーイ。いやー、なになに、中井氏なんかすごい料理するの初めて見える。はい、ちょっと手を今、うん、あれなので、手、なになに、手どうした、わかります、こう、あ、ここの、ここがちょっと今切れてて、剣が切れてるってこと、はい、うわ痛くて、うん、それは取るけど、包丁とかを最近握ってない、もともと握ってないって感じで、これが理由でじゃないよね、はい、怪我が理由でじゃないと思う、まあ、外で食べた方が美味しいですからね、自分で作るよりまあね、今はね、お金あるからね、おお、ちゃんと、あ、外の皮は剥いて、外は、はい、むく葉ね、はい、むく葉です、これは食べちゃいけないと、これ食べちゃいけないと、多分、はい、でも新人の時は食べたと思いますけど、まあ、今は食べないね、はい、はい、はい、じゃあ行きます、はい、お願いします。じゃあ無理しない程度で、じゃあ、そうですね、うん、あ、いけるかな、お、これ1、2倍、これ1、2倍ね、はい、ちょっと斜めになっちゃった、うん、いつものことでしょ、全然斜めになっちゃいました、もうちょっと今大丈夫、ちょっと、うん、ちょっと違うんです、この硬いとこが、ちょっと、うんうん、もう、あ、切れない、あ、そうなんです、手が、大きい、すみません、言い訳なんですけど、大きい方を使うか、ちょっと、あ、どっちも使います、あ、いや、いつも食べて1人前を、はい、じゃあお願いします。あ、じゃあ全然使います、はい、キャベツ1個ぐらい食べますね、キャベツ1個ぐらい、はい、はい、わ、そうか、新人だしお金ないからこういう野菜でお腹いっぱいにする感じなんだね、はい、切り方はもう関係なくもうバッサバッサいくタイプね、はい、もう切ってあったみたいな感じの料理で、はい、豪快、なんか思ったよりも豪快、本当ですか、すごい豪快で
逆に 手とかすごい気になるんだね。なんかでもこの包丁、うん、包丁すごい、うん、こっちに行こうとする、うん、あ包丁攻めてくる、攻めてくる、はい、指気をつけて大丈夫かな、すごい OK これで OK ですね。よかった、終わってくれたすごい、すごい、なんか硬くなっちゃったから体が、はい、まあ、こんな使うんだ、結構ね、はいはい、全然だ、あのちっちゃくなっちゃうんで茹でたら、あ、そうかそうかそうか、そう、まあ、キャベツ半分全部使いました、はい、今日は使います。そしてね、はい、そして芯はもう芯はちゃんと取ってます、ってます、だいぶちょっともたない感じです。本当ですか、いやいやいや、ですよ、はい、本当に 今リッチだからね、大型の中の大型なんで、はい、でこの皮をね、うん、取るんですよ私、はい、あ、皮は嫌いなの。そうなんです、昔から。お、豪快に、はい、皮なしで皮を取る、皮なしで、はい、なんかこれ僕なんかこう切るとか、なんあ、でも切んないことの方が多いかもです。一個のまんま入れちゃう、はい、で かぶるみたいな。そうなんです、かぶりつくみたいな、めんどくさいので、うん、はい、これでいいんじゃないですか、ね、大体でいいですね、切るのは大体でね、はい、なんか火が通りにくいので、うん、一応切っとく、はい、わ、はい、かりました。これで完璧、これとこれでもう材料はOK な感じでできましたか。はい、はい、バッチリです。これを、焼くんですか、煮るんですか。これを茹でます。茹でます、はい、茹でます、茹でます、はい、じゃ材料はこれで、これ貧乏麺、貧乏飯っぽくないな、安い、安いけど、安い、あれだよね、でも栄養がすごいですね、タンパク質も取れて、うん、鶏肉でタンパク質取れて、ビタミンも取れて、そうだね、で味もポン酢だったらもう想像しただけですごく美味しそう、はい、美味しそうなんだけども、なんか貧乏っぽくはないよね、これ結構なんか、なんつうんだろう、ヘルシーな感じで食べれそう。あ、確かに、ね、これね、さあ鶏キャベちゃん、鶏キャベちゃん、あ、お湯、あ、ごめんなさい、お湯を沸かします、はい、沸かします、これで、はい、はい、ちょっともう一度、これ別にこの中に塩入れるとか何もなく、ただもう何もないね、お湯でいいんだね、何もないですね、お気を気を入れね、そのままね、ただ単に、あんまり料理を、料理じゃないんですけど、すいませんこれは、あの、洗わなくていいのかな、あ、洗った方がいいですか、洗ったのいつもやってる感じでお願いします、いつもは洗わない、うん、いつも洗わない、なんか別にそんなに気にしたことないです。あ、本当に。だってなんか土がついてるやつとかみんな食べたりするじゃないですか。そうだからいいかなみたいな。そうか。土食べ、土もついたまま食べるんです、ね。はい。全然気にしない。まあサクッと洗いました、はい。なんとなく洗った感じもしますね。はい。まあ、固まってます。水流で、水流でいけてると思うけど。OK です。はい。キャベツと、はい、ですね、はい、お湯が、はい、だんだん沸けてきます、はい、今日はあの新人時代を思い出してもらって、ね、これは新人の時に家で一人で作ってた自信でね、はいはい、先輩にあのご飯誘ってもらえなかった時に、はい、そのやつなんとなくあった肉だったり、はい、野菜と、はい、茹でて、茹でて、もういいですか、ね、はい、いいです、はい、これでもうなんか料理じゃないんですけどね、うん、料理じゃない、はい、料理じゃないの頃、新人の頃はね、作られてましたか、ね、
作ってなかった、作ってなかったっていうか、こういう風に、はい、あの刃物も買えなかったし、あんましなかったね。量ですか？量。あ、でもそしたらちゃんこ版とか、あのね、みんなでやってる同期もいたんだけど、はい、うちはやってなくって、はい、ここだった。あ、そうで、米だけはもらったから、はい、ご飯はあるわけよ。はい、おかずはないの。それで私はいつも紅生姜だすごい紅生姜で米に紅生姜ですか。それをね、食べたんでね。すごい、なんか分けましたりします。大体でも、本当は私はこれで蓋して、うん、あ、そっか。で、あとはもうなんか好きなことして、うん、あ、そういえば茹でてたわみたいな危ないね。はい、だからいつもこの辺びしょびしょになってます、吹きこぼれが。そうですね。台所に立つっていう行為があまり、うん、あんまない。ない。あんまない。OK、じゃあこれは、はい、茹で上がったら入れて、次に、茹でて、はい、っていう感じの味ですね。想定もなく、いやでもさ、これはさ、なんかおかずっぽいじゃん。はい、だからご飯は食べなかったの。そうですね、炭水化物ダイエットとかやった。いや、してないです。何もしてないんですけど、うん、ご飯はあんまり食べないの。そう、はい、私これ食べてたのいつ。でも大人になってからなので、うん、結構もう飲みながら。そうかそうかそうか、もうあのおつまみみたいな感じで、はい、そうなんです。全然貧乏じゃないの、お酒入るんだもんね。でもお酒好きって言ってるので、うん、結構もうお酒はもらえる、うん、もらえるんだ。そうかそうか、それも支給品としてね。そう、入れるんだね。そうなんです。そうか、でもまあ、なんて言うんだろう、貧乏って言ってもさ、はい、あいつさんがさ、あの貧乏な時っていうのはまあこういう感じなんだろうね、はい、そうですね。本当にもうお金なくって、もうお腹グーグーなっちゃってっていうのは、そうですね、あんまり、はい、しかも結構私、親に頼ってるので、頼ってたので、新人時代とか、ちょっとお金ないから振り込んでくれるみたいな、結構とか、すぐにそういう、はい、そういうタイプだったんで、困りたかった。タイプって。そうか、はい、でも、まあ、ね、送ってくれるんだったらいいよね、はい、それで。はい、安心かもしれないね。そうですね。なんか結構こう迷惑かけてなんぼと思って生きてきたので、すごいね。子供は。あ、そっか。はい、あの。さっぱりしてます。はい、すごくなんかこうね、ポン酢のようなさっぱりですよね。はい。はい。まあでもなんかあの裏表なくていいな。もしかしたら困ってるんじゃないかとか、はい、そういうの全くない。はい、困ってたらもうすぐ言うんで大丈夫。本当に困ってる時は困ってる。悩んでたら悩んでるってすぐ言うので、うん、大丈夫なタイプですね。わかりやすいし、その方がいいかもしれない。親、はい、は本当に安心だったかもしれないね。はい、お金ないのにさ、なんか、ね、はい、食べるものなくてっていうよりも、振り込んで、はい、って、分かりました、はい。口座番号。いい貧乏だね。いい貧乏な時代。私もほら、昔の人の貧乏は知ってるけど、はい、アイスちゃんぐらいの30ちょっとぐらいの貧乏って分かんなかったから、はい、今回初めて、はい、あ、こういう感じなんだっていうのを分かってよかった、はい、これブルチャンネルやってなかったら、はい、貧乏の人分かんなかったから、ちょうどゆとり世代なので、ゆとり教育世代なので、ゆとりの貧乏は、はい、あの自分を本来はそんなしないしないですまさにそろそろなんかいい感じで、もういいんですかね。でもこれをここに取るのも大変ですもんね。ちょっと待って、取るっていうのはここに取るの。あ、じゃあ取れるような、あ、でも取れる、いけるか、うん、はい、気をつけて、はい、ね、今日手があんましない、そうなんですよ、ちょっと
ちゃちゃちゃすいません。はい、わあすごい美味しそう。もう本当に鶏の胸肉とキャベツを茹でただけという、はい、茹でただけなんです。茹でただけなんだけど、でもこだわりがあって、はい、一緒に茹でちゃダメなんだよね。そうです、はい、鶏のアクが、アクが出ちゃうからね、からあのキャベツの方にアクがつくの嫌だから、はい、先にキャベツをやった後に、はい、鶏肉を茹でるという、はい、こだわりを持った一品でございます。これ、いまだにでもたまにやってます。本当？はい、わかりました。じゃあ、いただいていいですか？私も貧乏飯、はい、ぜひ、お、ね、いただきます。はい、でも、もう間違いなく間違いないですよ、だってポン酢の味なんで、ま、そうだよね、どうぞ、はい、いただきます。いつもどうやって食べてるの？どうやって食べてるの？もう普通にいきなり、あ、鶏から行くタイプなのね。はい、鶏もそっちも、はい、普通に食べます。ちょっとね、手が痛いんですよ。本当に。いただきまーす。鶏キャベツさん。おいしい。おいしい、おいしい。やったやった。じゃあ、いただきます。私もね。いいキャベツ。いいキャベツ。甘いです。あ、よかった。じゃあ、鶏もいただきます。キャベツから、アクのついてないキャベツ。いただきます。こだわりの。うん。あ、柔らかい。うん。おいしい。おいしい。うん、美味しいんですよ、十分なんですよ、これね。全然貧乏な風にも思わないし、うんうん、これ98円のキャベツと150円ちょっとの鶏肉だけど、うんうん、全然豪華だよ、美味しい、うん、美味しい。鶏も全部ちゃんと煮えてます。いただきます。すごい美味しいです。うん、本当にこれ美味しいよ。美味しいですよ、うん。これはね、多分これからいろんな
年連れてもらって、うん、あの新人貧乏飯やっていくけど美味しいと思う。はい、うん、うん、美味しい、うん、このキャベツもすごい美味しいキャベツね。それはブルさんが買ってきてくれた。はい、やっぱブルさんのお眼鏡中庭が買ってきたキャベツはもっとしんなりジャキジャキしてる。そんなことないけども、あ、はい、でもよかった。これは今でも食べれるね。はい、今でも全然食べます、ね、昔のその貧乏で嫌な時の思い出じゃないね、はい、ちゃんと今でも食べれる。そうですね、なんかもう朝まで飲んじゃった時とか、うん、なんかちょっとダメージある時とかはもうこれで食べたら、うんうんね、そうだね、ヘルシーだしね、はいはい、あのいいですね、ガツンっていうのがないから、はい、あの本当になんあのたくさん食べれます、うん、はい、はい、それでは、新人貧乏飯、名前は鶏キャベちゃん。お値段こちらです。皆さんぜひ作ってみてください。はい、アリサちゃんの貧乏飯でした。ありがとうございます。皆さん食べてください。おいしい。